6年の安田記念をブリッシュラックで制したオーストラリアのブレッドプレブル機種46が現役引退を決めた。レーシングコム電子版が18日伝えている。本当に複雑な感情ですが今がその時だとわかっています。私は最高のキャリアを歩んできました。46歳で健康で幸せで。 充実した状態で起状を終えることができて、どれほど幸運なことか。この仕事がいかに危険で、壊滅的で、人生を変えるほどのものかを何度も見てきました。オーストラリアでも国際的にも、自分が成し遂げたことに非常に感謝し、誇りを持ち、心から満足しています。ベルボルン C、コーフィールド C、ゴールデンスリッパー。 香港の15年間では、香港ダービーや香港のほぼすべての主要レースを勝利し、日本とシンガポールで素晴らしい G1 を勝つこともできました、と自身のジョッキー人生を振り返っている。プレブル騎手はオーストラリアのメルボルン地区、ビクトリア州でリーディングジョッキーに輝き、21年にジェイーカーに抜かれるまでシーズン最多勝記録を保持、香港へ移籍。 ブリッシュラックやラッキーナインなどの名馬とコンビを組み日本にも遠征している。